はい、ありがとう整体の平野です。まあ3月になってですね、また新しい発見があったので、今ね、続々とね、発表させていただいているんですけども、まあその中で、本当にこのお客さんとのね、こうやりとりの中でですね、本当不思議な、発見があるんですけどもね、どうしてもこの肘の奥に、どうしても残る、何かがあるっていう話の中で、この肘をいろんな角度でね、調べてもらったら、調べていたらですね、手伝っていただいて調べていったらですね、この心臓のハートチャクラと、まあ、この回転がね、関係しているというところから、探すことを始めたんですけども、で、ある人がですね、ずっとなんかこうしてるんですね。なんかこうしてて、これこの形なんだろうと思って、あ、そうだと思って、この形の中で、どのチャクラに対応できるかっていうことをね、探してみたところですね、まあ喉ですね、喉のチャクラ、まあ甲状腺がここにありますけども、喉のチャクラとこの形が、この形とこの形ですね、が、まあ釣り合うということが分かって、それを、まあ、抜くことによってもちろん腕も軽くなるんですけども、なんか喉が凍った感じがしますという方もね、何人か出てきて、そういったこの本当にいろんな内臓が潰れてる、ねじれるのをね、なんかいろんな角度でこう守っているという、本当にそんなことがね、今続々と見つかってきました。本当にこんなことはですね、このことはですね、まあ教科書だとか生態の教科書だとか、もう医学書にも全く書いてないことなので、ぜひね、まあ世界唯一、日本唯一のね、チャクラ調整、腕調整、だと思っています。ぜひね、この値上がりする前に、今5000円という安い金額で、本当に安い金額でやってますのでね、今のうちにね、来ていただけるとありがたいなと思います。今年中にはね、必ず値上げを、大幅な値上げをね、予定しております。よろしくお願いいたします。